独立するきっかけは、まあ、タツノコプロダクションとして、まあ、プロデューサーとして働いてて、才能がすごくあって暴れたいスタッフがいっぱいいるのに、なかなか会社の中ではその才能を生かせないというか、まあ、そういう面ではすごく暴れられるスタッフをと一緒に、アニメーションを作りたいと、そう思って独立しました。難しかったっていう、苦労したとかいう記憶ってほとんどないんですね。ほとんど今これから作ることがもう頭がいっぱいで、あんまりこう苦しかったとかっていうのはほとんど忘れちゃうっていうか、もうこの楽しいことっていうか、まあ、作品を作ることのワクワク感とか、そのやっぱりスタッフのすごくその仕事に対する情熱とかを見てると、すごく尊敬するというか、まあ、そういう気持ちの方が強いので。これは押井監督が常日頃というか前、まあ、必ず言ってるんですけど、アニメーションを作る上で音楽にかかる重要度って 50% くらい大切だということを押井監督常日頃言ってるんですね。そういう面では監督にとって、例えば押井さんであれば、河合健二さん、亀山健二監督であれば、菅野横さんとか、進撃の巨人の荒井監督であれば佐野さんとかですね、やっぱりすごく監督と、コンポーザーというか音楽家の相性というかですね、すごく作品を作る上ではすごい大事な、すごくバディというか、そういう関係じゃないかなと思います。進撃の巨人に関しては、まあ、テロップ上私はそのエグゼクティブプロデューサーっていう、まあ、IG にとって一番大事なのはやっぱりこう25年以上経ってますので、やっぱりベテラン、中堅、新人と、やっぱりこう、まあ、格差じゃないんですけど、やっぱりベテランが中心になって作る作品っていうのは、大体中心になってベテランが作るっていうのは主流なんですね。でもやっぱり中堅新人が一緒になって作るのがすごく大事だなというところでは、同じ会社の中でもできなくはなかったんですけども、それをあえて中堅新人が新しい会社を作ってまた暴れられるという点では、スタジオウィットというのはですね、すごく戦国バサラ、ギルティクラウンという形を作ってましたので、ちょうど今回の進撃のチームというのは、その若い力で作る環境を与えるという若い環境を作ることが私の大きな仕事だったと、そう思います、ね、アニメを作ってる人たちって自分はすごいかっこいいと思ってるし、美しいと思ってるんですね。でもそれが、なかなかクリエイターがこう世の中に出てくるっていう機会は意外に少ないんですね。そういう面では今回は、まあ、桜井も来ましたけど、声優さんとして尾形さん、井上まりなさんが来ることで、少し日本のアニメーションの、現状とかそういうのを伝えてもらってね、それはすごくありがたいことだなとは思うんですね。あとはこれからはそのアニメーター、演出、いろんな制作を含めて現場の人がやっぱりこういう、まあ、実際お客さんに触れるということはすごい大事なことだと思いますので、ぜひ、このイベントをですね、1年も多く続けられることをですね、望んでますし、素晴らしいなとそう感じます。